代のパラドックスポケモンは天候が日照りの時に特性が発動します。そのためコータスと組み合わせてコータスで起点を作って裏の古代パラドックスを大暴れといった構築が一定数いるかと思います。なので今回はそれを逆手にとってパラドックスで起点を作ってコータスを大活躍させるといった構築を組んできました。対策していなければ到底受けきれない超火力が出るので刺さると思います。それではやっていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。ホウアマがどうですか。大したポケモンですね。ドウアマコータスの圧倒的な火力をも受け切れてしまうので注意していきたいところなんですが、まあ偉大な牙がいい感じに相性補完になってくれることを信じてよろしくお願いいたします。というわけで皆様かなりお久しぶりですね。私ちょっとしばらく対戦動画を撮れる状況ではなかったんで、このパーティーもね結構前に作ったやつなんですけど、今の環境についていけるだろうか。というわけでサザンドラから来たんですけど、タイプ相性はまあかなり有利ですね。あいつフェアリー4倍なんで、テラスタルしなければ叫ぶ尻尾のことは一撃で倒せないだろうし、テラスタルしてしまえば、偉大な牙やコータスが刺さるということで、ここはまあ一旦トリックルームから入りたいけど、まあステロで様子見しましょう。引っ込めた、なんでトリックルームから入らないかっていうと、相手がここでドウとかアーマーガーみたいな耐久型のポケモンを出してきた時に滅びの歌をぶち込んでやりたかったからですね。さあアーマーが出てきたんで、まあラスト1匹はドウの可能性かなり濃厚ですが、トンボ返りあんのかな。まあ滅びしましょう。やることもないので滅んでいただきまして、まあ相手もサイクル構築なんでね、ステロ入ったのは結構美味しいかなと。で、アイアンヘッドか。おーっと、良くない、これは。急所か。あ、急所ならよし。なんか火力高えなと思ったよ。叫ぶ尻尾ちゃん、耐久はバリバリ高いですからね。というわけで、まあ、ここじゃあトリックルーム、ひるまなければ入ります。さあ、どう？叫ぶ尻尾ちゃん？叫ぶ尻尾ちゃん？残り2。これは厳しいかもしれない。と思うじゃん。ここで悲しばりね。さあ。これによりどうなると思いますか皆さん。これ最高の状況が出来上がりました。ここアーマーが滅びのカウント残り1なので、ここで入れ替えるか死を選択する以外の選択肢がないんですね。その2つしか。でまあ入れ替えてくるでしょう、さすがに。まだね、相手 HP マックスで失いたくないと思うので、ということでここでねしっかりとトリックルームを決めた上で、なんと滅びのね、歌によって自主退場することができる。トリックルームのターンを最大限活用した上で、ここでね、卒業と。ありがとうございました。叫ぶ尻尾ちゃん。かわいいですね。で、ここなんですけど、コータスですね。問答無用のコータスです。まあ、言うてね、サザンドラくらいの耐久だったら、ぶち抜けますから。ステロ一回入ってりゃ。多分、計算してないけど。いけるでしょ。テラスタルですよ。しかも、威力150ですよ、噴火最大威力。滅びの歌による自主退場の調整がねうまくいったので、まあコータスちゃん、ほとんどねダメージを負うことなく、ほとんどというか全く負うことなく、おい、アーマーガー、何アーマーガー、コータスに対して、うん、一体どういう心境なんだこれは。まあ霧ってやつですかね、それともなんか読んだんすかね、ステロとか。起点作り要因かと思った。もしかして、あくび読みでトンボ返りしに来ましたみたいな、そんな感じですか、もしかして。違いますよ。俺が主役だ。おら、吹き飛べ。サイクル崩壊ですね。そして、まあ、ここをなってしまったら相手辛いんじゃないの。アマガドウはね、まあ、一体失われると、受け切るのがきついというのが、まあ、定説。サザンドラ来ましたね。ステロダメージが無駄に食い込むぜ。そして、ここもね。まあ、サザンドラね、ステロ2回入ったらさすがに貫通するでしょ。見てて、こいつの火力。えぐいからマジで。テラスタルとの相性が良すぎるんで。さあ、サザンドラ当然持っていく。ラスト1匹は誰かな？銅はね、多分ね、受けられるんですよ、噴火。羽ばたく紙でしたね。まあ、じゃあこれは勝ちかな、と言いつつ、あ、勝ちですね。ステロがあったぜ。古代活性で、あ、ブーストエナジーと、ほう、古代活性で上がるのは、素早さかな、特攻かな、控えめ個体ですね。まあ、じゃあ、守るとかなければ、このままね、全員ぶち抜いて勝ちなんで、
まあコータス君はね、相手のね古代パラドックスに対して、古代活性をね発動させてしまうというね、コータスを採用していること自体がディスアドバンテージになりうるこの環境で、コータス自身が殴りに行くことでそのねディスアドを帳消しに、全員殺せば関係ないわけよ。対戦ありがとうございました。やはり力だ、力は全てを解決する。さあ2戦目いきますか。さっきはもうあまりにも美しすぎるコータスの3立てを見せたんですけど、まあ必ずしもねあんな回だけではなくて、まあむしろコータスと他のポケモン半々で活躍するっていうことも多いので、まあそういった際の立ち回りもねお見せできたらなと思います。よろしくお願いします。相手パラドックスいないですね。なんか環境が一周してパラドックスって弱くねみたいな評価が最近あるらしいですけど、嘘だろ、それはさすがに。で、ムーマージ対ムーマージということでね。はい、マジはあの打ち消しのマジです。ということで、こっち裏はトリックルームにしようかシャドーボールにしようかめちゃくちゃ悩むんですね。相手もトリックルーム持ってる可能性あるしな。ちょっとリスキーですけど。ここは取り入れしていきましょう。さあ、初手テラスタルですね。相手はシャドーボール受けられるポケモンがいないので、ここでテラスタルを切るしかないということだったんで、まあシャドーボールを打たなくて正解でしたね。オーケーオーケー。ただダメージを与えておきたいような気もするさ。小五風いいよ。こっちの方が遅くなったのは大変ありがたい。で、こっちもまあテラス切っていいんですけどね。どうせここはシャドーボーだと思うんで。まあテラス切ってもいいような気もするが、フェアリーだよね。保護風型ってことは、ま、十中八九、タスキなんで、いや、ま、テラス切らずに普通にムーンフォースで退場しますか。ワンチャン仕下げられる可能性もあるし、仕下げた場合は多分耐えるんですよね。あ、いい火力してますね。オッケー。で、シャドーボールで、まあ、こちらは耐えられないでしょう。まあ、やはりね、この、子孫との対決ね、生物ってのは進化するたびに強くなりますから、これは仕方ない。だが、ここでね、コータスを、出させていただきますよ。まあ、今回はやんなかったんですけど、さっきあの、羽ばたく髪ですね。トリックルーム切れた後にまた再び活躍、普通にアタッカーとしてね、活躍してもらえるので、まあ、ここはテラス切らずに噴火で、切る必要がないのでね。まあ、そういった使い方もできますよということで、残り2ターンかな。なので、相手のポケモン残り2体なんですけど、海竜とかいた場合は噴火で倒しきれないので、さあ、カイルですね、やはり。さすがに出てきますかといった感じなんですが、結構でかいな、お前。さあ、ここはね、噴煙で、火傷を狙いつつ、削り、丸付けをね、削っていく。さあ、地震と。これはさすがに耐えないね。うん。耐えるわ。普通に耐えました。まあ、相手テラス切ってるんで、テラス神速の可能性はないんですね。で、こちら、偉大な牙が鉢巻きなので、鉢巻きリセットできるように、こだわりをね。ここコータス取っておきつつ、コータスを取っておくことで、もう一度ヒデリを発動させるっていう動きもできるので、まあこれは悪くないかなと思います。ちなみに今回は HS なので、素早さが高まります。A に全く振らずに最速にすると、偉大な牙はね、急所回、それずるいね。しかし素早さ上がってるんで、まあ、上がってなくても抜けるんだけど、ここはね、テラスタルする必要は今んとこないんで、アイススピナーでね。そのままテラスタルすればよかったですが、晴れているので問題なし。これがね、副次効果ですよ。晴れによるね。水タイプに対しても強くなることができるんで、まあ、苦手なね、イルカマンとか、原環境水タイプ強いやつ多いんでね。まあ、こういった立ち回りもできますよと。晴れまだ収まらないか。これはちょっと嫌かな。ギャラドスンゴ。地震過剰ですね。水技をしてくると思います。しかし、今、晴天の霹靂。晴天の霹靂ってこういう使い方で合ってたっけ？まあいいや、アイススピナーでね、吹き飛ばしことはできないと思うんですけど、晴れターンを一旦収めつつ、ここでね、相手の水技を受けることができますよ、ということでね、まあ、最大限ね、活躍していきますよ。このコータスが残した晴れというね、貴重な分解遺産をね。さあ、アイススピナーでどんなもん入るかな？まあ、こんなもんか。竜の舞、やべえ！これは、めちゃくちゃやばいのでは？え、これガチ？やばくない？死ぬ俺もしかして。いや、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。
まあ、2回までだったら、なんとかなると思う。今回 HS なんでね、なんといっても。皆さん、偉大な牙は、耐久がね、物理耐久が、べらぼうに高い。上に、しかも1回とか、助かるー。上に、今回はね、HS なんで、しかも晴れてる。耐えますよ、こんなん。あ、地震過剰はやばいね、これ。今、火力2段階上がってるんで、弾か、よし。これは勝ちを確信。さあ、どの技で攻めていくか。インファイトが一番入るかな。今、2倍なんですけど、半減なんで、まあ、等倍ということで、不一致等倍と同じ火力ですね。で、アイスピナーが威力80で、インファイトが120なんで、さっきの 1.5 倍入る。まあ、ほぼほぼ、黄色直前まで入ったんで、これインファイトで持っていけるでしょう。圧倒的火力。勝ち負け持ってるんで、火力もしっかりあるぜ。HS だけど、お前を倒すくらいはできる、ギャラドス。対戦ありがとうございました。2ね。まあ、コータスもぐるぐるさせていく。まあ、サイクル戦的な立ち回りも、このパーティーできますよ、といった感じです。もう一戦ぐらいやろうかな。もうもはやトリックルームとか張らずに普通にコータスの持ち前の耐久で殴り合いつつ退場した後は日照りを生かしたパラドックスたちが活躍するっていう立ち回り、それ普通のコータスの使い方やないかーいっていう立ち回りでも強いんじゃないかというね、気がしてきますね。で、まあちょっとそれやっていこうかな、試しに。で、まあこれだと面倒くさいのか、あーわかんない、もう時間がないよ。これでいこう、よろしくお願いします。羽ばたく髪が書店に出てくると嫌だけど、まあ多分殴り合いは勝てる。さあよろしくお願いしますよ。鉄の包みですね。あ、絶対勝てない殴り合い、相手古代活性あるもん。で、こっこっちは、鉄の包みは未来のポケモンなんで、ひねり合っても問題ない。むしろ、コータスに通る技が一切なくなることによって、一切ではないけどね。まあ、悪くないんじゃないでしょうかな、といった感じ。まあ、ここは、噴煙で、火傷で助け貫通狙いつつって感じかな。ドロンポは耐えるでしょ。いや、でも結構入るね、君ね。すげえ火力だ。おら!火傷!ボッ!焼けないと。気合の助け。やっぱ、いくら科学が進化しても、クイックターン耐えるっしょ、それは。舐めてんじゃねえぞ。気合って大事なんすね。機械も根性でなんとかなる部分大きいということでね。さあ、誰が一体出てくるんでしょうかね。羽ばたく髪はちょっと面倒くさいけど、まあ、噴煙に対して出てこれないでしょう。羽ばたく髪でした。素早さ上がって素早さ。素早さ上がるんだったら申し分ない。古代活性で、床屋は困る。オッケー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 。羽ばたく髪ってさ、なんかクロバドレックスみたいなポケモンですよね。あー、やけどね。まあそんな関係ないけど。耐久力もタイプも技範囲もクロバドみたいなポケモンですけどもね。そう考えるとやばいよな、こいつな。クロバドがなんで普通に原環境で。パワージェム、あー、オッケーオッケーオッケー。ここなんですけど、あと何ターン残ってるかな?ひでり。噴煙、噴煙、噴煙なんで、あと1ターンですかね。こちら、裏にいるのか、こいつなんですけど、S 振ってないんで112しかないんですよね。いやー、でもな、トリックルーム張っても、相手のラスト1匹がさ、なんか銅とかだったらだるいし、いやまあ、いいか銅とか、別に上から行動されても。マスカーニャの場合が結構めんどくさいので、まあ、なるべく、ニトロチャージ積んでいきたかったんだけど、112しかないから、多分ニトロチャージ積んでも、マスカーニャとか抜けないよね。あいつめっちゃ速いからな。168だから、なんか最速100族まで抜けるんですよ。ニトロチャージ積めば。1回。でも2回積まなきゃいけないんで、やるとしたら。まあ、ここは出会い頭っすかね。多分、切ってくると思うけど、鉄の包みを。あーあー何アーマーガーだとはほう。勝った！ 4 分の1だもんね。まあ、4分の1だからしゃあないと。いうわけで。まあでもアーマーガーだったのは悪くないかな。インファイトで、拳で持っていきます。晴れがなくなっちゃったんで、ちょっと、めんどくさいかな。そういう考えるとコータス一旦残しておいてもよかったかもしれませんね。普通にシャドーボール受けれるんで、こいつの耐久力だったら。得も高いんでね、さすがウルガモスの。古代のポケモンということで。まあ、コータス取っておく立ち回りもありだったんですけど、まあ、これ、インファイトでご了承聞くでしょ。強っ。まあ、急所じゃなくても、
あの、羽休めとか一回されてても、ご了承聞いたんで、これは。まあ、あの、運勝ちとかでは、ないっすね。で、デリバードの未来の姿って、おそらくだけど、先制技ないよね。氷のつぶてとか覚えそうなもんだけども、クイックターン、ハイドロポンプ、フリーズドライまでは確定として、まあ、ラス1アンコールとか欲しいと思うし、おそらくないと思うんですよ。先制技。というわけで、まあ、あとトリックルームしてりゃ勝ちかな、といった感じ。逆にここで変に、この、血を這う羽を残そうと入れ替えたりすることの方が負け筋につながるので、ここはもう切ります。で、ワンチャン耐えるなんならね、ムーンフォースと。これ抜群でしたっけ？耐えるわけがないのだ。オッケー。まあまあいいでしょう。で、相手テラスタルは切ってましたっけ？切ってるかどうかわかんないけど、こちらの羽ばたく髪のムーンフォースは、無効にできるポケモンは存在しないので、まあ勝ちでしょう。ここはもうトリックルームして、おしまいよ。相手がトリックルーム読みトリックルームをしてきたら、その場合は、やけどでじわじわ殴り。これ、ムーンフォースなんですけど、まあ、審査があっても多分大丈夫だと思います。今回はね、控えめ CS なんで、多分、鉄の包みも抜いてると思うけどなぁ。どう ?187 ですね。まあ、多分抜いてるでしょ。うん。まあ、どうもクソもないんだよ。やるしかねえんだよ、こっちは。気合だ、気合だ、気合だ。お前、あの鉄の包みですら、気合見せてんだぞ。機械が気合見せてんのに、お前が気合見せなくてどうすんだ、羽ばたく髪。気合で抜け。乗り切れ。ぶっ飛ばせ。さあ、ラスト一匹。これ、古代対未来。どっちが強いか。うぅ。勝負！令和のクソガキが先輩に立てついてんじゃねえぞ！対戦ありがとうございました！切断ということでね。はあ、やっぱ令和生まれはマナーがなってませんね。ろくに言葉も聞けないし。というわけで、また次回お会いしましょう。普段もこんな感じでコンセプトパーティーでいろいろ対戦動画上げてるので、よければ他の動画も見ていってください。ではまた次回、さよなら！